こんにちは、河野知世です。私が出したビデオ、日本人力を高めるについての講座を行います。このビデオの中に入っている内容を基本的に行おうと思っているのですが、何が入っているかというとですね、まず正座の仕方ですね、それから、着物の効果、足袋や草履、下駄などの効果などをお話ししています。腰帯、たすき、鉢巻きですね、そういったものを巻くことで体が変化していく。あとは日本人の歩き方、面白いのは男女の歩き方なども解説しています。男と女がどうやってどちらが立つかっていうのは昔は決まってたんですね、今バラバラになってますが、そのあたりを話しています。それから股関節を使う、恥骨を使う、仙骨を使う、この骨盤周辺の動きを使う。例えばイチロー選手などは股関節を多用したバッティングフォームを行っています。そういったようなことを解説していて、最後に合気道、合気武術の達人の方々の技の解析というのをやっています。これはこのビデオの目玉なんですけど、私が、もう長年ずっとその先生方の技を、研究してきた成果を、実践しています。まず正座について少しお話ししたいと思うんですが、正座というのは、日本人しかしない座り方です。韓国でも少しありますし、インドのアーサナ、ヨガのアーサナの中にも、正座はあるんですが、習慣として行っていたのは日本人だけですね。千の利休の絵を見てもあぐらを描いている、正座をしているわけではないんで、晩年の江戸の後期の方で正座、畳の普及とともに正座が定着してきたのではないかなと考えています。で、正座をすると骨盤の中の力とか丹田とか、そういったものが、動きが出てくるんですね。まあ、今日は一人なんで、実践がなかなかできない、まあ、ビデオを見てもらえばいいんですね。相手にこう手を持たれても正座をするだけで、腰回りや腹回りというものが使えるようになるんですね。これはずっといろんな技を研究していたんですけれども、ある時に「なんだ、ちゃんと正座すれば腹が勝手に回ってくんだ」って、相手は自然に倒れていくんだということが分かった。そういった意味ではそこに向けて正座をしていくというのが大事になります。正座は日本人の秘密兵器だと思っています。日本人が日本人力を発揮する、日本人力って何かっていうと、例えば綺麗好きであるとか、まあおもてなしであるとかね、気遣いであるとか、そういう気配に敏感になるっていうのは骨盤と関係があるんですね。なぜ骨盤と関係があるかっていうと、骨盤というのは赤ちゃんを産み育てる場所です。まあ骨盤、まあ、生殖器があって、受胎して身との間具合から受胎してですね、そして、赤ちゃんが生まれる。そしてこの骨盤の中というか、まあ、お腹の中で一月10日経って骨盤が開いて生まれてくる。で、子育ての時でもですね、赤ちゃんは言葉は喋れません、泣くしかない、なのでその赤ちゃんが何を欲しているのかっていうものを勘どころで感じなきゃいけないんですね。これ考えてしまうと分かんなくなるんです。まあ、育児ノイローゼとか言われてるっていうのは、こう頭を使うからなんですね。体に帰って体で感じる、あ、今お腹が空いてるのかなとか、今おしっこなのかなとか、抱っこを求めてるのかなとかっていうのをこう勘どころで知っていく。まあ、昔の人はそれができたわけですね。なぜかというと骨盤を主体で生きてたからです。ところが今はもう頭を主体で生きているんで、その勘どころが分からなくて頭で考えてしまったりとか、まあ、アプリで調べたりとか、そうやって、やってますけど、やはり、感じるということが大事になってきますね。ブルース・リーが「モヨドラゴン」の中で弟子が蹴ってきてですね、「Don't think feeling」って言って、考えるな、感じろって言いますけど、感じるというのはもう体の感覚がこう感覚を使って行うことで、そのじゃあ感じるっていうことはどこで行うかというと骨盤なんですね。考えるというのは頭、これは分かりますよね。だから感じるというのは骨盤なんです。それを
復活させる大きなポイントになるのが正座です。正しい座と書きます。正座をすると背骨が伸びて、天と地がスクッとアース状につながってくるんですね。そういう意味では正座というのは本当に日本人がやっている所作ですけども、非常に、宇宙的なそういう姿勢でもあります。まずこの正座の仕方ですね。なぜしびれてしまうのかな、どうやって座ればいいんだろうとか、皆さんいろいろ思ってらっしゃると思うんですけど、このかかとをですね、このお尻のこうエクボのところにポッと入れるように座ります。足を踏みつけてしまうとしびれてしまうので、ちょうど足で座布団を作って、そのドーナツ状の座布団の中に自分のお尻をポッと入れるような感覚ですね。それが、長時間正座ができる、長時間別にしなくてもいいです。もう心地よければいいです。で、しびれたらまた崩す、尊虚といって、こう足の指でこうやってね、足の裏を伸ばすようなつもりで指先で立ち方があります。キザと思いますが、そういうようなものをしたりとか、正座をしたりとか、そうやって長時間できるようにというか、だんだんできるようになっていくんですね。ねばならないっていう世界ではないんです。もうだから、この正座がダメになってしまったのはねばならないにさせられてた、なんかしごきの代名詞みたいな、正座させられたのよとかって言われて、なんかしごきの代名詞のように、もう日本人の秘密兵器で、日本人のその一番力をこう発揮しやすいね、そういうような所作が正座にあったにもかかわらず、なんか悪いもののようなイメージングされてしまってですね、みんなしなくなって、正座したら足短くなるとかね、そういうふうに言われてしまいましたけど、正座をすることによって、こう姿勢も変わってきます。私自身もやはり正座をするということをこう習慣化したのは割と遅かったんですね。30ぐらい、もうちょっと前ぐらいからやってましたけど、ずっと正座するようになったのは30歳を越してからなんですけど、その時にやはりこの視線が変わった感じがありましたね。下から物が見れるというか、低いところから見れるっていうのはね、これは面白い感覚でした。子供たちなんかみんな視線が低いですけど、やはりこう子供と話が合うというのも同じ目線じゃないといけないんですけど、どうしても大人はこうね、上から見下ろしてしまいますけど、正座をしたりしゃがんだりすることで子供と視線を合わせる、低いところから世の中を見るっていうこともできたのが、正座の一つ世界かなと思います。さて、あとですね、和装、着物とか、あとはいろんなアイテムですね、ジパング、ボディアイテムって呼んでますけども、足袋とか草履とか下駄とか、あとはたすき、腰帯、鉢巻きですね、そういったものが一般庶民もやってた。もう私はこの例えばたすきをかけるとですね、こう腕がこう上手に使えるんです。こう例えばテレビでやってましたけどね、こう掃除機をこうやってやる、ここにセンサーをいろいろつけるんですね。そうするとブレるんですけど、たすきをかけるとこうブレなくて、腰帯も腰が痛いとか、生理痛だという時に、このこうウエストじゃなくて、ね、骨盤をキュッと締める、そうすると楽になってくるとか、勉強しててこう頭が働かないっていう時に鉢巻きをかける、そうすると頭の骨っていうのは疲れると落ちてくるんですけど、鉢巻きをかけられることによって頭が冴えてくるんですね。そういうような日本の慣習というか、そういうものをね、一つは誰が発見したのかなっていう、もう一つはそれを日本中隅々まで普及させたっていうのはすごいなと思うんですね。何代目かの将軍でしょうね。もうそういうようなものがですね、日本人がみんながやるようになった、そういう面白さ、興味はありますね。草履や足袋、下駄っていうのはですね、人間っていうのは立った時に足の親指の裏に力が集まるのが一番良い姿勢なんですね。武術になるとこの真ん中に持ってきて居つかない立ち方っていうのがあるんですけど、一般的には腰が入る立ち方っていうのは足の親指の裏、第一諸骨底っていうんですけど、そこに力が集まる立ち方で、鼻緒があるとありますね。足袋だったら親指と4本が分かれてたりとか、草履下駄は鼻緒がありますね。
なぜあそこに鼻緒があるかっていうと、足の第一処骨底っていうところに力が集まるようにできてるんです。そこに力が集まると腰が入る。人間は集中すると前のめりになるんです。へえ、そうなんですねってなりますね。つまんなくなるとはつまんないってなるわけです。だから前後でそういう積極性と消極性が出るんですね。それから真剣に集中するとですね、締まるんです。ぎゅーっとまとまってくる、まとまってくる。そうすると内側に力が集まります。で、弛緩すると、緩むとはぁーって言って外に行くんですね。つまり積極性と集中性を足してみると、ちょうど足の親指の裏側あたりに力が集まるわけです。これがかかとの方に行って小指側に行くと、あーもういいよ、もうどうでもいいよっていう風になっちゃうんですね。以前ただ普通に立ててね、まあ、かかと側に体重をかけてもらったある人にね、まあ、60代ぐらいの人なんですけど、あなたの夢は何ですかって聞いた。そしたら、かかとに体重をかけてもらってね、そうすると私の夢はお金持ちに、お金が欲しいと、お金持ちになることですって言ったんですね。でその場で足の親指側に力を集めた。そしてあなたの夢は何ですかって聞いたら、多くの人と仲良くなることですって言ったんですね。つまり瞬間的に夢が変わった。つまりかかと側にあるとですね、 金が欲しい、まあ悪い、金が欲しいのは悪いことじゃないと思うんですけど、ただやっぱり積極的ではなく消極的なんですね。より積極的になるとみんなの役に立ちたいとか、みんなと仲良くなりたいとかっていうふうに、その場で夢が変わるんです。これすごいですよね。だから江戸時代の人たちがですね、みんな草履靴履いてた、まあ明治もそうでしょうけど、すごかったと思いますね。皆さんのその情熱というかパッションというかね、人のために役に立ちたいとかっていう気持ちっていうのは、足の体重のかかり方で変わってくるんですね。で文化というのはですね、例えば靴というのは文化の象徴だと思うんですね。全部靴を、足を守ってガードする。で野生というのはですね、裸足。ところが日本の文化は面白いなと思うんですけど、日本の伝統、まあ、そういう技っていうのはですね、文化と野生を融合させてるんです。つまりなぜ裸足や足袋で草履や下駄を履くかというとですね、文化性と野生性を両方持ってるわけですね。まあ分かりやすく言えば、掃除ですね。昔はほうきで掃除したり、雑巾かけていってね、こうやって四つ足でバーってこう走ったりしてましたけど、今は掃除機でこうやってやりますね。もうロボットが掃除してくれますけど、まあそれはもう文化です。もうロボットも文化だし、掃除機も文化ですね。でも昔の人はこう雑巾かけ四つ足でやってた。あれ四つ足でやるとですね、要するに四つ足ですから動物の格好と同じになるんですね。で動物の格好と同じことをすれば何が利点なのかっていうとね、腰が育つんです。体が育つんです。私たちも赤ちゃんの時、ハイハイをしている時は四つ足ですね。そこから立ちます。でその四つ足時代にしっかり四つ足をしていくっていうのも、体を一つ作る、過程であるんですね。でそれを雑巾掛けの時にやるとですね、床はきれいになるし、体もきれいになる。そういう文化と野生を共有させていたんですね。まあ、非常に面白いなと思います。どこか何か足らないように感じますよね。例えば習字をするときにこうね、文鎮ここに置いてるのに手で押さえると、ここ押さえるところにも文鎮置けばいいんじゃないかと思うじゃないですか。でもそれをしない、手を置くということで腰が入るように作られてるんです。それがまあ日本のまあ秘密兵器の一つである型なんですね。スタイルではないです。武術や整体、古神道なんかもそうですけど、型というのがありますね。能や狂言、お茶、華道、まあ、いろいろ型があります。その型に乗っていく、型の中で、自分の体を練っていくっていうのが、まあ、日本人の優れた文化性だったと思います。今その型がね、だんだんなくなってきてるんで、まあ型を復活させる、型というのはですね、非常に面白くて、まあ調子が悪いと上げてくれるんです。
ところがね、調子がいいと下げてくれるんです。例えば整体をやるときにですね、ああ今日調子良かったからいい整体ができた、あ今日調子悪いからいい整体ができなかったって、これは失礼な話ですよね。調子が良かろうが悪かろうが常に一定のレベルで相手と関わらなくてはいけない。調子が良すぎるとついやりすぎたり余計なことを言ってしまったりするんですね。ですから調子がいいのを下げるのも型なんです。常にレベルを均一化する、それが日本人の持っていた型の一つの大きな意味でもあります。さて、歩き方なども非常に合理的にできています。まあなんか一見時代劇なんか見ると変わった歩き方してるなと思うかもしれないですが、研究してくると本当に省エネで、余分な力を使わない。今ね、現代はね、筋肉が落ちたら歩けないと思ってるんですね。で実際そうじゃないんじゃないかなと思っています。名古屋工業大学 の先生が骨格だけのロボットを作ったんですね。つまり電気もないしモーターもない、だけど初動だけ与えてあげるとあと勝手に歩くんです、骨格だけでね。ということは私たちも骨格だけで歩けるはずなんです、基本はね。でそこに筋肉をつけないと歩けないとか、筋肉が衰えてしまったから歩けなくなったとかっていうふうに考えがちになってしまうんです。そういった意味では日本人の歩き方は本当に筋肉を使わないで歩くんですね。歩き方については月刊秘伝の7月号、に詳しく書いています。まあこの中ではコロナの影響で日本の文化というのは伝染病を予防するために作られていたんではないかと改めて、いろいろ考察するところがあって、それについて書いていますね。それから、日本人の歩き方について書いています。もし、興味があればぜひ月刊秘伝の、ね、7月を読んでいただきたいと思うんですけど、男と女の歩き方、男と女がどうやって歩くかっていうこともあったんですね。例えばお雛様というのはですね、江戸時代は男性が左、女性が右だったんです。今逆転してるんです。天皇陛下がこう表に出てきた時にも天皇が右側で、皇后が左側っていう風になっています。以前は長い間ですね、男性が左、女性が右に立っていた。これは、左が、主というかまっすぐに歩く形になって、右が、左右の動きですね。つまり左側だとまっすぐにスーッと歩くんですね。で右側だとこう左を見たり右側を見たり、まあ、気遣いをしながら歩ける歩き方なんです。刀は武士は刀を左側に刺してましたから、こちら側に女の人が来ることはなかったんですね。こちら側に来てたんですね。でこれはまたすごく面白くてね、そのペアのどっちが主導権を握ってるか分かるんです。無意識に左が来るんですね。私も以前ね、昔若い頃ですね、これにこの原理が分かる前はですね、右側にいる方が安心してた。今はまあ自分で勤めて左側にね、歩いたりしていますが、まあ明らかに違うのはですね、男性と女性はまあ買い物に行った時ですね、主導権を握っている男性がですね左、右側に女性がこうね、こう歩いていても、スーパーの買い物の売り場に行ったりするとですね、女性がもうパッと左側に行ったり前に行ったりするんですね。で男性がその尻に引かれていくという、そういう図があります。だからまあ皆さんの様子を見てるだけでもなかなか面白い、まあ、そういう原理があるんですね。左側だから、必ずこう左を左右って言いますね、右左とは言わない。だから左が最初に動くっていうのが基本になります。まあ今の時代、まあ、女性が左側はまあいいんじゃないかなと思うんですけどね。ただ子供はですね、左側にしてあげた方がいいかなと思います。特にちっちゃい子供はね、お母さんが左側行くとやっぱりお母さんがガーッて引っ張っていっちゃうんで、子供を左側にするとね引っ張れなくなる。
これ非常に面白いんで、小さいお子さんをお持ちのお母さんはぜひお父さんとかね、やってみた見られるといいと思います。いろいろな骨の使い方を説明しています。まあ、例えば恥骨、恥骨って、まあ、端の骨って書きますが、これ端の骨だと思います？私もね、最初分からなかったんですよ。なんで人間の体の中にね、恥ずかしい骨なんてあるのかなと思ったんです。まあね、生殖器があるんで恥ずかしいからっていう、そうかなとか思ってたけど、これ実は違うんですね。恥ずかしい骨ではないんです。恥じらいの骨なんです。恥骨というのはですね、飛び出してくると恥じらいがなくなるんです。引っ込むと恥じらいが出てくる。腰が曲がってくるとね、恥骨って飛び出すんです。腰が反ってるとキュッと恥骨が中に入ってくる。下腹がポコンとこう飛び出してる人がいると思うんですね、痩せててもね。そういう時はこう恥骨をこう引っ込めておくとですね、下腹がすっきりしてきます。それから股関節。股関節というのはもう足の付け根ですけど、これは、イチロー選手ですね。イチロー選手が股関節を使ったバッティングをしてるなってずっと見てました。通常はですね、腰椎3番という、こう上体と肩をこうねじって打つんですね。多くの選手がそうです。まあ、アメリカの大リーガーの人たちもほとんどそうだと思うんですけど、イチローだけがですね、この骨盤、股関節を使いながら打つんですね。まあ、代名詞というとですね、股割りありますよね、こうやって、足を、四股の形からこうやってね、肩を入れる。あれ、みんな肩を入れると思ってるんですが、違うんですね。肩を入れてはいるんですが、肩が主ではなくて、股関節を剥がしてる。股関節を剥がして、そしてバッティングフォームの時にですね、内股になるんです。これ空手でいう三鎮立ちっていう立ち方なんですけどね、内股にする。そうするとキュッと骨盤が締まって軸がピッて立ってですね、で振る時にこのお腹を使って振るんではなくて股関節を動かして打つんです。だから上体がねじれないんですね。まあ、それは非常に武術的な技術だなと思って見てました。それから仙骨。まあ、仙骨はですね、仙人の骨っていうふうに書くぐらいですから、非常に神秘的な骨です。私も武術の技をずっと研究する中で、この仙骨については徹底的に研究してきました。まあ、筋肉としますね。で、普通はですね、この体幹と言われるものを使うんですよ。だこうなるんです。ところが仙骨を使うとこういう動きになるんですね。起こりが見えなくなる。まあ、そういう不思議な骨でもありますし、まあ、仙骨を使って反ったり、まあ、くぼんだり、左右に動いたり、こう ねじれたりっていうようなことを使うんですね。そうすると状態が全くこう変化しないで仙骨だけで動くという、まあ、そういうまあ不思議な使い方になります。まあ、これはバッチリこのビデオの中入ってますので、ぜひ見てみてください。達人の先生方の技ですね。ここで挙げているのは上島盛平先生、合気道を作られた上島先生、それから、大統領 IQ 柔術の岡本誠吾先生、岡本先生も一度お会いして、秘伝の関係の人に紹介していただいてね、一緒に喫茶店で長い間話をさせてもらったことがあります。岡本先生、それから塩田剛三先生ですね。まあ、残念ながら塩田先生にはお会いしたことはなかったんですけれども、非常に、勉強させていただきます。もう本当にすごい先生です。それから堀川光道先生、この方も大東流 IQ 柔術の先生ですが、お会いしたことはないですけども、まあ、映像が ありまして、まあ、その映像を見てですね、どうやってるんだろうって長い間研究しました。もう本当に微細な身体感覚を使われているんで、すごいこうデリケートな技なんだなというふうに思いました。そして、成田新十郎先生ですね。この先生は本当に縁があってですね、まあ直接的にではないですけど、私の師匠の一人でもあります。私が渋谷の代々木中学校の体育館、柔道場でですね、稽古してる時に、私たちの横でずっと成田先生が稽古されていて、まあ自分の指導しながら成田先生の技を見てですね、こんな達人がいるんだとか思いながら、もう稽古しながら耳はダンボリになって成田先生のお話を聞いて、まあ、その時にまあ本当にいろんな影響を受けました。
で私が秘伝の特集号にあった時に、その編集部の人に成田先生っていうすごい先生がいらっしゃるんで対談したいと言って、成田先生に秘伝に出てきてもらったんですね。そういった意味では本当に成田先生は本当に成田先生の技もすごいです。これも YouTube でね見ることができますけど、成田先生も「部は愛なり」っていう相手をこう愛で溶かしていくような技ですね。そういう各先生方の技をですね、解説しながら、実践していますので、よければ見てみてください。はい、それではコメント欄に東京と大阪のこの日本人力を高める講座のことについて日程を書いておりますので、ぜひご覧ください。失礼します。